ミキちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日はジャングルの間。もう最近どこから始めたらいいんかわからないような時あるね、たまにね。はい。まず、初めにね、先に言うときます。あれ。おとついのね、イベントでトラブルあって遅くなって皆さんがね、心配しているにもかかわらず、昨日の動画でね、その心配してることに対してのあれがないということで、ね、ほんますいません、ね、トラブルあって皆さんにご迷惑かけて、まあ、お掃除、夜のお掃除は嫁はんがして、ね、心配されたにもかかわらず、ね、無事帰ってきて、来られたいうことをね、ちゃんと報告しなかったことが悪かったです。あ、すいません。どうもすいませんでした。それと、昨日の夜プレイで、メンバーシップギフトで、NP さんと、ね、スパチャに清美さんからいただいているということで、ありがとうございます。ね、ほんまにね、そんな心配されてるのにもかかわらず。昨日はちょっと夜プレイ、遅なった、無人ライブ遅なったのは、ちょっとポンさんも寝てしまって、ちょっとだけ寝よう思ったらもう、そのまま寝てしまってね、気ぃついたらもう12時過ぎとったというか、ことでした。これでまあ対策ね、Wi-Fi の対策機次第ね、無人ライブのね、方、切れる方をね、直していきたいと思いますんで、昨日はちょっとね、夕方、携帯、もう一個の携帯がね、画面割れしてて、もうまた、そのデータ移動のね、セッティングとかで、もうかなりちょっとしんどかったんですよ。それで、まあ、寝てもうたと思ういうような感じです。それでまあ、先輩来て、そんな後やけどね、先輩来た後にそういう、ね、セッティングをしてました。まあ、あんなしてね、地元の先輩とかね、いろんな、ね、ここら周りの人が、ポンさんの、ね、昔、ね、遊んでた人たちとかね、見てくれたら嬉しいなと、っていうのを、ほんまね、思います。ね、またそのね、ご縁でね、あとまたいろいろね、集まったりできたらいいかなと、天地元。ポンさんのところ、岸和田とかね、ああいうね、とこみたいに、だんじりがないんでね、そういう集まりがなかなかできないんで、ね、ある意味ああいうとこあったら、だんじりとかあるところはええなと思いますね。あったらあったで、ポンさん、この今の活動できへんかもわからんけど、ね、ちょっと子猫だけ映して、それでまあ、あと子猫の動画撮るんやけど、さてちゃん、ゆめちゃん、じゃあ、さてちゃん、遊んでる。な、もうちょっとの心配だな。ね、ケージが開いたらね、また違ってくるからね、こんなんとこも。ケージをね、開けていかなきゃね。2つぐらいあるんだろ、今週、子猫ちゃんたちもね、2匹、ね、譲渡決まるし。みんなさらに。シャオちゃん。よりも、伸びんから、はい。ゆめちゃん。ゆめちゃんも見てます。ね、マイロちゃんの出てねとかに、ここに見てる。朝は下におってんけど、今日はどこにかな。あ、なんちゃん。お、きたろうちゃん。寝てます。あんちゃん、あれの調子はどうだ？悪くはなってるね。あ、ちゃこちゃん。あれどこ行ってるの？どっか隠れてんから見えんとこに。ね。あれ、誰かおるね。すじちゃんもほんかなかな出てけんからね。シナモンちゃんとトドちゃんとあサボコロちゃん、あサボコロちゃん、ほんとあフンちゃんも出てきた、さっき出てたフンちゃんかな、うん、出てってるね、ミーちゃんも出てってるね、あいいね。
か分かれへん。あ、なっちゃんも、なっちゃんもそう出てましたね。で、左と、まのちゃんね。まあ、マロンちゃんの体重もちょっと測りたいね。はい。はい。で、はい。おい。武蔵。武蔵後ろ。で、水玉ちゃん。ピースもどっか先で撮ったけど、書いてる。多分それ出てたんかな。この中にもおるときあるけど。どこ行ってんのね、マイルちゃんとか。鳥ちゃんの、多分こんなの。見えんもん、ね、ちょうどあの角におる、ね、どこ行ってんの。分からんねん、ここの子はほんま分かれへん。もう入ったんか、ヤマト武蔵ね、これ遊んでます。かわいいね、タズちゃん。まあ、こんな感じで、あ、誰か書いてみたか。あ、なっちゃん。なっちゃん。なっちゃん入っといて。なっちゃん。はい、なっちゃんです。久しぶり。見てます。ね、ちょっと映らん子はいつも残念やけどね、また映すようにしますんでね。まあ、今日から暑な、また暑なるような雰囲気やから頑張ってね、仕事してなダメやね。まあ、そんな感じでね。はい、ありがとうございました。今日もまた今週1週間頑張りましょう。はい、以上です。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。